玉泉寺は、中華人民共和国湖南省庁指天神区にある、臨済集計の寺院。1368年に建立された。1731年、調査夫不正主の長を取り氏は、寺の中で、マソの彫像を増化します。当時は、天品宮と称した。1789年、信者が寄付して寺を修復する。1852年、 太平天国の乱、寺が損壊する。1877年、白有が柱を食い荒らしたため、寺は再建された。2006年、都市建設を支援するため、寺院全体を天津区の金本礼に移転しました。寺院の地鎮祭は2009年2月に行われ、2015年に完成しました。三門、主牢、空牢、太陽放電、増強閣。 調査玉線時対応方伝落制。方法もー。h t t p コロンススララッッシュ n ュ w s i f e n g c o m スラッシュ g u n t o n g スラッシュ,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 ュ tdll20121-2919634510-0 shtml-hat 調査玉線時 fjhnw.com http コロンスラッシュスラッシュアップドットエフジェードットコムスラッシュショードットアスプ id イコール千三百五十六高所三年前科検し巻き三十死病天比偶昔名玉戦時検事名発陽性九年長藩検送治む解明天比偶検竜五十四年修正重修四定ひとしも鍵本ため海ヨシ年間 類優秀像、皆、豊か二年、平墳又治、高所三年、柱宗、日、周又縁立て、和漢一新、つまびらかさし玉泉寺駅名遠隔、即戦七百三十一年、調査不不正縛り、大鳥正しい周玉泉寺時、素天鄙製造、並び庵そのところ吉見、小玉泉寺さら名ため天鄙宮。ありがとうございます。